京橋は、岡山県岡山市の北区と中区区境の旭川に、かかる橋である。歩道のある片側一車線で橋の中央には、岡山電気軌道東山本線の平洋軌道がある。毎月第一日曜日には、橋のふもとで、備前岡山京橋朝市が行われている。日本百名橋の一つである。京橋は、かつて現在より少し川上にあり、大橋と呼ばれていた。 安土桃山時代に大橋の田元に町ができ、その町は大橋町と呼ばれるようになった。この町は、京や大阪の品を扱う店が多かったため、京町と改名され、それに伴い橋も京橋と改名された。1593年、京橋は現在の位置に掛け替えられた。それに伴い、元の京橋が故郷京王となり、町名も、 故郷町に改められた。江戸期の京橋は、長さは68軒、幅は島であり、国府家文庫によると1673年から幕末までに6回掛け替えられた。京橋の生誕には、国府家文書によると、夜間は平門し、その間は脇の古門をくぐって出入りしていた。なお、元京橋の門が、現在岡山市南区小串のある民家の門として、 再利用されている。門の南に接して、藩の触れを掲げた考察場があった。寺の会長の知らせなどの辻札も、藩の許可を得て建てる場所もあったとされる。岡山藩は、城下町区内の入り口に位置する京橋の美観維持に努めていた。干し物を禁止し、商売も厳しく制限し、橋守を置いて、毎日欄干を掃除させ、朝6時頃には、 橋の上に寝ているものを追い払っていた。氷上流の放映4年8月19日、長岡藩市であった河合嗣之助が、備中松山の観学者、山田報告に入門するため岡山を通った際、京橋から四国には、毎日便船があり、大阪へも1と6の日に船が出たと、旅日記、ゴミ壺に書き残している。橋本町は明治に入っても船き町と並び、 交通の要衝で、1882年には海運会社経営者が設立され、30国の客船2隻を作って運行していた。しかし、1891年3月18日に、山陽鉄道が岡山まで開業し、人や物資の輸送の主役が鉄道に移り、交通の要衝としての機能が低下した。海運機能も岡山港の整備に伴い、廃れていった。 京橋を渡る、岡山電気軌道の路面電車明治以降2回、掛け替えられた。最初は1885年で、4月23日に、岡山県令、千坂郊外や岡山区長、手代木活動らによる渡り染め式が行われた。現在の京橋は1917年に掛け替えられ、1923年に、岡山電気軌道東山本線の開通の際、拡張された。 京橋に沈めに、1907年に建て替えられた岡山県理定原票があり、県の道路の起点を示していた。また、その近くには、1892年11月に、岡山市の社会事業として建てられた迷子しるべがあり、探す人、見つけた人の連絡場所であった。1963年に、橋の下流に新京橋が完成し、国道の橋の地位を譲ることとなった。 現在は都市計画によって岡山県庁までの川でが散策の道として整備され、風地地区都市計画公園になっている。1988年には京橋に沈めの岡山東署の発出所が周辺の景観にふさわしい建物に建て替えられた。1991から92年に実施した京橋の基礎補修工事の際発見された橋脚が復元されている。 2000年には土木学会戦勝土木遺産に指定された。ありがとうございます。